英語で何々っぽいって言える？日本語でも何々っぽいって結構使いますよね。で、この英語の何々っぽいっていうのが、実は日本語の結構皆さんが知ってるだろうあの言葉からも学べます。例えばこれです。ボーイッシュね、ボーイッシュって皆さん聞いたことあると思います。で、これって要はボーイとプラスイッシュ、イッシュ、これが合わさってボーイッシュ。そう、ボーイッシュっていうよりかボーイッシュって感じなんですね。まあ、要はボーイッシュってことは男の子っぽいっていう意味です。そう、要はブラブライッシュをつけるだけでブラブラっぽい、まあ、何々っぽいっていう意味になるんですね。これマジで何にでもつけられます。ブルーイッシュ、ビーバーイッシュ、ライブラリーイッシュ、イエスイッシュ、トーリッシュ、セブリプーセンティッシュ、エリーズイッシュ、こんな感じで結構何にでも使えます。日本語も何々っぽいって結構何にでも使えますよね。それと同じで英語でも結構何でも無理やりこうくっつけても案外理解してくれるので、じゃんじゃん使うことをおすすめします。まあ、ちなみに余談なんですが、僕はこう英語を話せるようになった時とかに、こう昔はボーイッシュとかでしたのに、ナチュラルに、あ、なんか君ボーイッシュだねとかって言うと、かぶれてんなって言われて、まあ、たまにこう、あってなる時があります。はい、そんな感じです。何でもないです。忘れてください。 Good luck!